失敗なんてものは存在しないんですよ。失敗しないまんま成長しないことの方が恐れてもらった方がいいと思うので。皆さんこんにちは。今日も大坪さんに質問が来ているので回答していただきたいと思います。仕事で失敗ばかりしてしまいます。その度に上司に迷惑をかけてしまい失敗が怖いです。どうしたら自分に自信を持てるのでしょうか。上司に迷惑かけないように意識していただくのはね、すごい大事だと思うんですよ。社会人としてね、てか、人間として礼儀としてね、大事だと思うんですよ。迷惑かけないようにってね。でも会社では基本先輩の仕事って後輩の面倒を見ることと後輩のミスの責任を取ることと、極力ミスしないように育てることなので、そもそも論になっちゃうんで、別に迷惑かけないように意識してはいいけど、チャレンジはちゃんとし続けてあげた方が先輩にとってありがたいですよね。その先輩がね、まともな先輩かイカれた先輩かは分かんないですけど、まともな先輩であれば後輩が自分を超えていくっていうのは基本嬉しいだろうし、俺も一応ね、社員にはいつもなんか一個のジャンルでいいから俺を超えてくれっていう話しますけど、迷惑かけてもいいからどんどん先輩を超えられるようにチャレンジしていくってことの方が大事なんじゃないかなと思いますよね。で、失敗を恐れるって言いますけど、失敗を恐れるよりも失敗しないまんま何も成長しないことの方が恐れてもらった方がいいと思うので、基本的に失敗することによって人ってこう学んで成長できるはずだから、失敗は失敗で終わらせなければ、失敗なんてものは存在しないんですよ。失敗したタイミングで、じゃあゲーム終了ってなったらそれ失敗ってなるけど、人生って別にどこまでゲームか分かんないゲームじゃないですか。死ぬまでがゲームだとしたらね。でも死んだ後も人の何か記憶に残るんだったらゲーム続くわけで、失敗で終わらせなければ基本的に最終それがあったからこの人成功したんだってなるんで、これ失敗かって振り返ると違うねってなるじゃないですか。そこで止まらなければ基本的には全然 OK なので、失敗を恐れることよりもよっぽど失敗も何もしないで成長しないことの方が恐れてもらった方が本当にいいと思います。大事なのは失敗どうこうとか、その迷惑どうこうというよりも成長し続けることで、ちゃんと成長させてもらったら、その先輩に対してその恩義のね、ありがとうございましたっていうことだったりとか、フィードバックだったり、その先輩に対してできることをね、手伝ってあげるってことしたら、どっちの方が先輩嬉しいんじゃないですかね。迷惑かけられないことより。どうです？そうですね、失敗は怖いんですけど、失敗がないと成功が何なのかもちょっと分かりづらいですし、失敗したから次こうした方がいいのかなっていう切り替えもステップアップのためだと思ったら怖くないかなと思うので、うん、失敗する新人なら特にそうですね。失敗はあくまでただの階段のステップなので、次のフロアに行きたければ失敗を踏み続けるしかないですよね。いただきありがとうございました。ありがとうございました。